老の某重盛は、那智山の有力社家、潮崎氏の親族。江戸時代は、潮崎、潮崎、メラノ三屋が、那智三坊と呼ばれた。潮崎氏は、鎌倉時代に記録が残る、現在の串本町周辺を本拠地にした熊野地方で、最古級の有力豪族。室町時代には、大地氏と共に、瀬戸内海の海賊討伐を行い、足利幕府から、 大地氏と共に礼状を受けた。老の某は戦国時代当時は塩崎と名乗っていたが、関ヶ原の戦いの後に家が復興し、新たに親族が合戦に加わらずに存続していた親類の塩崎氏と分けるため塩崎と名乗る。同時代、新宮の戦国大名堀内氏と対立。牢の某の勝山城で合戦となり、三ヶ月の牢城戦の末、負けて撃たれる。 なお、道の棒が撃たれた数日後の夜、浜の宮に大きな光物現る住民は、道の棒の魂かと思ったという記録があり、これがゲームで描かれた不思議な力のもとになったとみられる。米領家に養子を入れて、塩崎氏を追い落とし那智さんの支配を図った堀内氏は、関ヶ原の戦いで、徳川氏に敵対する西軍に着いたため合戦後は、領地没収となる。 対する老の某家は、老の某の子供たちが当主となり、新たに塩崎を名乗り再興される。再興する際には、有力大名の東道高虎の口添えがあったと伝わる。老の某の子供たちは、老の某の妻の実家である色川の色川家に、かくまわれていた。色川は、山岳地帯で、堀内氏も攻め抜くことができなかった。このため、豊臣秀吉の時代、 色川氏は、熊野の戦国大名となった堀内氏にはつかず、秀吉の弟で、大和と金を支配した、秀長の家来だった、東道高虎についた。色川氏は、高虎とともに、朝鮮に出兵している。高虎の助力はこの縁とされ、色川氏の美談として伝わる。那智さんの第一の位の高い家は、塩崎氏が当主を務めた、孫昌院で現在は、 建物が宿坊として存続している。一方で、塩崎氏は、劉久市員とも呼ばれた。ほか、ありがとうございます。